皆さんこんにちは。こんにちは、今日はスローフォックストロットのフェザーフィニッシュについて説明したいと思います。早速いってみましょう。0234スロークイッククイックスロー0234123412。はい、一度踊らせていただきました。今回の、フェザーフィニッシュはスローフォックストロットでは必ずと言っていいほどやらなきゃいけない行為だと思います。このフェザーフィニッシュは次のフィガーを、に対してつなげる行為になるので、必ず取り入れなきゃいけない動きなんですね。で、その時に女性の注意点と、男性の注意点というのがあるので、今回はその2つをご紹介したいと思います。まずはじめによくある症状というのをお見せしたいと思います。0234スロークイック、クイック。というように、フェザーフィニッシュに入った時に、女性が引きずられるような形になってしまう。こういう症状がよくあると思います。0234スロー。クイック、クイックスロー。はい。今のように、女性が引っ張られている状態。もしくは、女性からすると男性が先に進んでいってしまってなかなか追いつけないっていう方もいると思うんですね。で、このような症状になってしまう原因、いくつかあるんですけども、今日皆さんにご紹介したい内容は2つになります。まず1つは、男性側にあるんですけども、軌道をもうちょっとクリアにしましょう。ということですね。で、その軌道をクリアにするときに、イメージしてほしいという、イメージしてほしいもの、ことっていうのを、今日はご紹介したいと思います。もう一つは女性ですね。フェザーフィニッシュが終わった後にやらなきゃいけない行為っていうのがあるので、そこも踏まえてご紹介したいと思います。はい。まずはじめに男性ですね。男性は軌道をもう少しクリアにしてあげましょう。で、男性のみではなく女性も結果的にその、ルートというか、軌道に乗っかっていく形になるので女性も気をつけながら見ていてください。一度、やってみたいと思います。フェザーフィニッシュは大体の方は、後退から入ると思いますね。男性の後退から0234。ここから LOD の方向に向かって壁斜めの方にフェザーフィニッシュに行った時に女性をこのように倒してしまいそうになってしまう方が多いと思うんですけど、このフィガーで注意していただきたいことっていうのは、 LOD に対してまっすぐ下がりましょうというのは別に悪くはないんですけども、もう一つ重要視しなきゃいけないのはリバースターンであるってことですね。フェザーフィニッシュっていうのはリバース回転であるので左回転を伴っていてほしいんですね。で、その時に LOD を守りすぎてまっすぐ下がってからフェザーフィニッシュ行こうとしてしまうと女性からすると先に行かれるっていう状態になってしまうので、今日ご紹介したヒールターン終わった後ですね、ここからであれば男性は右足交代すると思うんですけど、この時に左足で舵切りをして感覚的にはこういうふうに、わかりますかね？車のバックするような感じ。で、女性に道を開けてあげて、その後にフェザーフィニッシュに行ってあげるような感覚が必要となります。0234、まっすぐ下がってフェザーフィニッシュではなく、0234、少しカーブしながら、女性が前に来るのを待ってあげてフェザーフィニッシュを行う感じになります。はい。この動きは、大体の方はなんとなく把握しているんですけども、実際に体を動かした時になかなかできないっていう方が多いんですね。
で、今日ご紹介したいイメージの方法としては、椅子を使ってやってみたいと思います。はい、それでは今回はこの椅子を利用して皆さんにご紹介したいと思います。椅子でもいいんですけど、イメージしてほしいのは買い物のカートとかをイメージするといいと思います。女性の方は特にわかると思いますね。こうカートで買い物をする方が多いと思うんですけども、例えばこう通路があって、まあ皆さんこういうふうに買い物でカートします、買い物しますよね。で、この時にあっち側に行かなきゃいけない、ね、買うものを忘れたと思った時に、多くの方はこういうふうにカートを動かすことっていうのはほとんどないと思います。結構幅を取ってしまうので、いろんなものにぶつかってしまう可能性がありますよね。このカートの運び方としては、自分がこちら側ですね、バックしながら、こちら側の通路に入って、自分の前にカートが来てから進んであげるという動作を多くの方はすると思います。カートを操作している状態から、あ、後ろに下がりたいなってなった時に、自分が下がることでカートが前に来て、その後に別の方向に進んであげる。このイメージですね。今の動きを、男性はフェザーフィニッシュでやっていただきたいんですね。例えばヒールターンが終わって、フェザーフィニッシュに行く時に、これも同じですね。カートを前に持ってこなきゃというふうにこのように引きずってしまうと、カートをうまく操作できていない状態になるので、ヒールターンが終わったら男性は自分がカーブすることでカートを前に持ってきてあげる。そこからフェザーフィニッシュに入ってみてください。ヒールターンが終わって後ろに下がってフェザーフィニッシュに行くときに、自分が左側にカーブですね。わかりますかね。自分が左にカーブすることで女性が前に行きやすくなり、一緒にフェザーフィニッシュ、そして3ステップへとつながる感じになります。0、2、3、4、スロー、クイック、クイック。まっすぐも悪くないんですが、男性は左足の股関節や膝を利用して、このようにカーブしますよっていうのをきっかけを作ってあげましょう。この動きを行うことで、男性と女性の立ち位置が変わり、フェザーフィニッシュがやりやすくなります。はい、続きまして女性ですね。女性は、先ほど説明した男性が避けるのに対してたくさん進んであげる行為が必要になってきます。で、そこはなんとなく把握できると思いますね。で、その後のポイントなんですけども、0、2、3、4、フェザーフィニッシュが終わった。ここですね。このフェザーフィニッシュはアウトサイドパートナーになっていると思います。ここから、例えば今回であれば3ステップをやったとしたときに、男性は、右足が前進ですね。女性は右足がまだこちらですね。アウトサイドパートナーのままでいる状態で次のステップ行ってしまうと、かなりの確率で3ステップや次のフィーガーが踊りづらいっていう症状が生まれてしまいます。女性の注意点としては、フェザーフィニッシュが終わった後のクイック、クイック。この第2クイックが終わった後、女性は自分の体重が左足に乗った瞬間に右足を早めにパスをしてあげて、アウトサイドからクローズに戻す行為をしてください。もう一度やってみます。アウトサイドからクローズ。アウトサイドからクローズ。あまり良くないのはアウトサイドのままステップを行ってしまうと、引っ張られる、押される、巻き込まれるという症状が生まれてしまいます。はい。今のように女性はフェザーフィニッシュのクイック、クイックってあった時に、ちゃんと私はシェイプしてますよっていうのを見せすぎてしまうと次に動きづらくなってしまうので、クイック、クイック、次のエンドカウントで足をパスしてあげる
感覚を持ってあげると男性はさらにやりやすくなると思うので、女性は、エンドカウントを追加して踊ってみてください。クイックだけではなくクイットという感じになります。エンドカウントで出すだけなので、ノリに行かないように気をつけてやってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はスローフォックストロットのフェザーフィニッシュについて説明させていただきました。ポイントは軌道ですね。男性は特に LOD にこだわりすぎず、しっかりと左回転も加わっていますよっていうのを追加して踊ってみてください。その後の女性ですね。女性はフェザーフィニッシュが終わった後、エンドカウントで早めに右足を抜いてあげる行為をしてください。そうすると男性はその後のフィガーがとてもやりやすくなると思いますので、チャレンジしてやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。